なぜか録画が止まってしまいましたね。設定が悪いのかな。今日は録画がたびたび途切れる可能性も出てきましたが、ご了承ください。少しなだらかになって歩きやすくなってきました。ただ路面は木の根っこがたくさん浮き出しているのでつまずきそうで怖いです。
雲さんごめん、雲の巣を取り払わないと前に進めない。険しい。また蜘蛛の巣が。ごめんなさい。目に見えない蜘蛛の巣を回避するために顔の前にトレッキングポールを立てた状態で歩いています。今向かっているポイントは尾根の、この尾根が、今登っている尾根が別の尾根と合流するところがポイントになってるみたいなので、そこを目指してます。もうちょっとぐらいに見えるんですけど、意外と長いことってよくありますよね。もうちょっとに見えるのに意外と距離があるっていうのが登山道あるあるですよね。きついです、この道。登山道はきつい、林道を歩きたい。まだまだある。延々と続く登りを見てしまいました。森の中に延々と続く登りを見て愕然としたっていうタイトルになりそうですね、このパート。この道初見なので本当に先がどうなってるかわからないんですよ。初見プレイなんですよこれ。さあ、初見殺しの分岐点はたくさんあるんでしょうか。ヘルメットをかぶっているので頭が痒くなってもかけません。どうでもいい情報でした。本当に撮影が久しぶりだからちょっと勝手がわからなくなってしまっています。さっきも変なところで録画が中断してしまいましたし、何が起こるか分かりません。今日はきつい。終わりが見えない。ギャーギャー鳥っぽい鳥が鳴いています。ちょっと控えめな鳴き方です、今日のギャーギャー鳥は。鳴き方がちょっと、鳴き方にちょっと近いものがあると思ったんですが、カケスってカラスに近い種みたいですね。ウィキペディア情報ですけど。
カラスの小型種って感じなんですかね、カケスは。まあ、住んでるとことか全然違うかもしれませんけど、カケスは山の中、カラスは結構人里まで来ますし、カケスも意外と人里にいるのかもしれませんけどね、私が気づいてないだけで。ちょっとなだらかになってきて、あ、ダムが見えます。宮ヶ瀬ダムですよね、あれ。宮ヶ瀬ダムは昨日は緊急放流はしなかったんですよね、確か。余裕のあるダムですね。水域は結構広いと思うんですよ、宮ヶ瀬ダムの水域って。かなり丹沢山までずっと水域が続いてるわけですからね、相当な面積があるはずなんですが、オーバーフローしなかったんでしょうか。ダムに詳しい人ならわかると思いますが、私はよくわかりません。これは登ってしまっていいんですよね、これは。この分岐は初見殺しの分岐なのか。でもまっすぐ進むと下ってしまいますからね。うん、登っていいはずですね、これは。もうすぐ尾根にたどり着きそうな気がしますが、さあどうでしょうか。初見なので分かりません。ちょっとなぜか急にハンガーノックっぽい感覚が足にやってきました。足が急に重くなりました。どうしようかな。まあ、次のポイントに着いたらエネルギー補給をしましょう。ハンガーノックなんて恐ろしいことにはなりたくないです。足が急に重くなりました。先週は天気が微妙だったのでハイキングしなかったんですよね。それで体がなまってしまったのかもしれませんね。先々週は確かハイキングはしたと思うんですけど、山昼よけスプレーがまたありました。が壊れています。そして中身はありません。まだなのか。ポイントはまだなのか。